ではここからはアフレコで説明させてもらいます。まあちょっと重大発表というのはね、じらさずにも先に結論から言うと、今年2023年をもちましてこのチャンネルを終了しようと思っています。理由としましては大きく2つありまして、まず1つ目、私このアマガエルのチャンネルを始めてから2年が経ちます。でこのもうすぐ2年っていうのを迎えるにあたって自己評価をしていくと、やっぱりセンスがないんだろうなと思う結果なんですね。まあなんとなくわかるとは思うんですけれども、 YouTube ってやっぱり難しいので、ある程度センスのある方じゃないと成功しないように作られてるんですよね。まあそういうところに私はハマらないんだっていうのが、まあ、わかりました。ですので、まあ、そろそろ諦めた方がいいんじゃないかなと、そういう結論に至りました。当然長く続ければきっといつかね、登録者1000名を超えてやったーっていう時期も来るんだろうと思うんですけれども、私個人の判断で言えばそれはまだ遠いんじゃないかなと思います。ですので、まあ、こういう結論に至ってるってことですね。まあ、もしね奇跡が起こって年末までに1000名超えればどうなるかはわからないですけれども、そんな奇跡はなかなか起こりません。やっぱり奇跡を起こす人はそれなりの努力をしている人なんで、まあ、私には無理なんだろうなと思いました。そして2つ目の理由が、まあ、これも塾と関係するんですけれども、塾での時間とか、もう一つのオンライン学習塾というチャンネルを運営している上で、やはりちょっと時間があまりにも足りなすぎるという判断ですね。このアマガエルのチャンネルはもともとオンライン学習塾からこう分離してねできたものなんですけれども、私の趣味のチャンネルとして楽しく2年間やってきました。でも、やっぱり楽しいだけでは続かないこともあって、時間がなくてすごく焦ってしまうことが多かったんですね。ですのでちょっと他にも時間を向けたいなということで、ここにかける時間を割こうと思いました。まあ、こんな風に淡々と説明はしてるんですけど、実際にやっぱりこのチャンネルをやめようかなと思った時はね、すごく悲しい気持ちでした。ただ皆さんの時間も大切ですし、私の時間も大切で、ね、できることは限られているので、おすすめに上がらないようなあまり有益でないチャンネルをねご覧いただくのも心苦しいですし、私自身も自分のやるべきこともっとねたくさん見つけてやろうと思ってます。当然ミントとピョンはね大事に大事にこれからも育てていこうと思ってるので、そこだけはご安心ください。私の中ではね、当然この2年間すごい学びがあったので有意義な時間になりました。それはやっぱりチャンネルを見ていただいている皆さんのコメントとか、アドバイスなんかのおかげです。だからあとね、1ヶ月ぐらいありますけれども、ぜひ最後まで一緒に見届けていただけたらなと思っております。ではここからはいつも通りの動画へ戻ります。